5万円、はい、平尾さんやるじゃないですか。地道でよ。ずっと1回当たったら1000円とか増やそうじゃないかということで、平尾さんがコツコツ貯めた、コツコツ貯めたやつを、昨日ねちょっとね 1.57 も入れといて、 1.57 も、57もじゃあ3枚ずつ、はい、57いいですね。番手番手、はい、あ、じゃあこれで OK ですかね、はい、お願いします、はい、お願いします。これで、まず今日1レースは着きましたよ今、はい、じゃあ2車単の、もう2車単ボックスで3枚ずつ、これでどうでしょう。はい、これでね、259、2車単ボックス3連単3枚ずつ、はい、1800円、はい、これで、はい、はい、ハンマープライス、ハンマープライス、はい、では余裕を、はい、そうですね、はい、はい、ではこれをそのまま、はい、3枚ずつで、はい、はい、何も足さない、何も引かないで、はい、このままで行かせていただきます。これ、翔一がプレッシャーかかってますね。翔一頑張れよ。はい、さあ、締め切りまでもう残り4分になろうかという時間帯になってきてますね。締め切りには絡めて人気になりますけれどもね、さっきから橋本穴池穴池ってずっとみんなね、そういい加減に穴池よって言い方で、6がいますよ、6が、はい、6がいますよ、大谷選手ね、いい配当ですよ。いやでもね、今山口さんが一周回って岡崎選手に戻ったっていう、人によっては折り返させていただいて、はい、それはもう正解ですね。これ正解で、ね、はい、課題はね、展開がどうなるか分かりませんからね、うんうん、そうですね、最終的にはね、まあ、まくりに追いやられることもあるだろうし、はい、ということで、はい、筋で17折り返しから425、はい、これ5枚ずつでいきたいなと思います。はい、2112とかは結構つくんですよ橋本さん。はい、この辺期待しましょうよ。はい、ね、ね、はい、ちょっと多いってみんなに多分ねコメントでも怒られそうですけれども、さっきの3着抜けたのがよっぽどショックだったんですね、久保さんも。これ久保さんどうですか、どうですか、3着、はい、全部で、ね、全部いりますか。選手が、うん、頭のところまで5115も考えて、はい、はい、これを2枚ずつ、はい、はい、穴狙いでいきたいと思います。これ結構つくと思います。つきますよ、ね、さすが2枚目ですね。2枚目2枚ずつよ、2枚目よ、よ、あ、ありがとう外さなくていいですね。外さなくていいですね。はい、さあ、3枚ずつ、はい、はい、20点、はい、これで、はい、まあ、このタイミングなら大丈夫でしょう、はい、ね、間に合うことでしょう、はい、はい、これで大丈夫ですかね、お二方、うん、大丈夫と思いますけど、はい、すっごい近くですね、はい、はい、ね、じゃあ両面作戦で、両面、はい、まさに両面、ね、はい、両面使って、はい、これでいきたいと思います、はいはい、勝負に出ましたね、ちょっとね、はい、ここは増えた時にやっぱり畳みかけていかないとね、うん、はい、勝負ごとして、はい、でこれで1万円使ってプラス1万2500円になりますけれども、はい、こちら、721、791は10枚ずつ、はい、で781は5枚ずつ、うん、いいですかね、1万2500円、781だったらつくでしょう、つくと思います。279は50枚ずつ、これで1万円、はい、で278、はい、これが20枚、10枚か、はい、で273が20枚、うん、全部で1万3000円と、はい、こっちの70枚で、うん、2万円、2万円ちょうどですね、はい、整いましたね、当初 ね整いました、はい、はい、さあ、大勝負になりました、ね、仕掛けて番手から出るんだったらちょっとやっぱしんどいですよ、うんうん、じゃあ8795でもうこれでいきましょう、はい、はい、はい、こちら4人ボックスで、これはもう完全に前がもつれたパターンで想定して、はい、259、これ3連単のボックス5枚ずつ、はい、はい、はい、これで今日のラスト